やっぱり、それはありません。それとか、ちょっと、どういうことなんですかね。
どうもありがとうございました。1964年東京プリンスホテルが開業した際にもご披露いただきました地元の江戸消防記念会第2区1番組めぐみの皆様でございました。江戸の文化を感じる大変素晴らしいお祝いの記念日でございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。皆様大変長らくお待たせいたしました。それではただいまより東京プリンスホテルリニューアルオープンを記念いたしましたオープニングセレモニーを開催いたします。私本日の司会を務めさせていただきます文村靖子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めにすでに登壇していらっしゃいますが本日のセレモニーに参加していただきますご来賓のお客様および登壇者をご紹介いたします。まずご来賓のお客様でございます。港区長武井正明様でございます。そのまま前にお越しいただいたままでお待ちくださいませ。続いてご登壇の方々です。株式会社西武ホールディングス代表取締役社長後藤隆。株式会社プリンスホテル代表取締役社長赤坂茂義。株式会社プリンスホテル専務執行役員東京シティエリア統括総支配人武井久明。株式会社プリンスホテル東京プリンスホテル総支配人石川学。さあそしてこの度東京プリンスホテルのリニューアルデザインを手掛けてくださいました AND 小坂優様でございます。さあそれではここで東京プリンスホテルのさらなる発展を記念いたしまして皆様でセレモニーを行わせていただきます。さあそれではまずはこちらをご覧いただきましょう。どうぞ東京プリンスホテルの記念にご注目ください。それでは参ります。どうぞ。でここでちょっと大きな、はい、声で、これがきっかけです。さあ大きな立派な桜の木がお見えいたしました。ご登壇いただきました皆様にこのリニューアルを記念いたしましてステージより花びらに見立てた紙吹雪を巻いていただきます。そしてホテルの壁面に映し出されたこの大きな桜の木を満開にしていただくことにいたしましょう。さあ満開になった桜は一体この後どうなるんでしょうか。こちらもお楽しみです。さらには日没とともに本来は点灯しているはずの東京タワーも本日はまだついておりません。ぜひ東京タワーにも合わせてご注目いただきたいと思います。ではまずは小坂龍様と石川総支配人に花を咲かせていただくことにいたしましょう。ではお二方紙吹雪のご準備をお願いいたします。ここからはの皆様もご一緒にご唱和をいただきまして私がせーのと申し上げますので皆様よいしょと掛け声をお願いいたします。さあそれでは小坂様石川様ご準備よろしいですか。参りますよ。せーのよいしょ。桜が2分3分咲きになりました。ありがとうございました。それではの小坂様と石川総長にありがとうございます。お戻りください。この調子でまだまだ咲かせてまいります。続きましては赤坂社長と武井統括総支配人です。どうぞ一歩前にお進みください。紙吹雪お持ちいただきましてご準備お願いいたします。さあさらに一層の桜の花を咲かせていただきたいと思います。ご同様にお願いいたします。せーのよいしょ。かなりの桜の花でございました。それではお二方お戻りください。元の位置にお願いいたします。さあいよいよラストで満開にしてまいりましょう。武井港区長と後藤社長にお進みいただきます。ご準備お願いいたします。さあでは皆様一層の大きな掛け声でお願いいたします。では武井港区長後藤社長ご準備お願いいたします。参りますよ。せーの、よいしょ。
プリンスの東京プリンスホテルの壁面いっぱいに咲き誇りました桜の木でございますが、ご覧のように満開になりまして、さあいよいよこの後一体どんなショーが繰り広げられるんでしょうか。ぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。プロジェクションマッピングのスタートです。